中国、ロシアの動きが活発化している中、北京五輪が開催される。暖冬により雪がない状態での五輪開催となる。中国の台湾への侵入を繰り返し、尖閣への侵入をまた繰り返している。今回は、B-1 爆撃機が侵入した経緯を見ながら、極東アジア情勢を詳しく見ていきます。北朝鮮のミサイル発射は、五輪でもするのか注目が集まります。しかし、冬季五輪永久札幌で、開催はいいような雪もありますしね。日本ですから、安心ですよ。2020年は、年初より、北朝鮮がかつてない頻度で、ミサイル発射を繰り返しており、その種類も、弾道弾タイプから巡航ミサイルタイプまで、多岐にわたっている上、マッハ10を超える飛翔速度の極超音速兵器も確認されるなど、予断を許さない。このタイミングで、北朝鮮が、こうしたミサイル発射を強行している背景には、金正恩体制となって、10周年を迎えた同国が、国内の経済的な窮乏や、慢性的な食料不足等を顧みず、軍事的な国威発揚に経由中したものとも言われている。まあ、理由は、どうであれ、ここまで国力の疲弊した北朝鮮が、新型ミサイルの開発を継続できているのは、軍事的には、ロシアからの技術の入手が、最大の理由と思われ、ウクライナ同様に、ロシアの影響力は、未だ健在のようだ。こうした北朝鮮のミサイル発射にあたり、従来のミサイル防衛システムでは、これを迎撃することは、困難になってきており、アメリカの協力の下で築き上げた、イージス艦搭載の SM-3 などの無力化が、改めて問題視されている。すでに、極超音速兵器の実戦配備を、ロシアや中国が進めていることは、ここ数年で、顕著になってきていたが、これらが、その圧倒的に、高速な飛翔速度や、軌道を、変更可能な特性からはげい、撃に必要な猶予時間は短く、事実上不可能となってきている。アメリカでも、極超音速兵器に対する、撃兵器の開発は難航しており、これを正面から迎撃する兵器を配備するのではなく、同様の兵器で、報復攻撃を行う、戦術しか有効な対応策はないようで、その配備を目指しているのだろう。しかし、日本では、自衛隊が、保有を許容される兵器は、あくまで、専守防衛の範疇に収めるべきとする意見も根強く、極超音速兵器等の撃が甚だ困難な、新たな脅威に対して、同様の兵器を装備し、抑止力とする方策は取り難い。こうした考え方は、攻撃的兵器の保有を禁じた憲法9条にも合致するものではあるが、まがいなりにも、これが可能な状態となっていたのは、日本の自衛隊は、盾、在日アメリカ軍が、矛の役割を担うという、前提での軍事同盟があるからに他ならない。戦後の日本は、冷戦時代から散々言われてきたように、アメリカの核の傘の下で庇護されてきたわけだが、これに限定されず、通常兵器においても、アメリカ軍が保有する、長距離対地攻撃兵器の存在に依存してきた。これらは、仮に日本が攻撃された場合には、背後に控えるアメリカが、そうした行為を行う国に対して、大型原子力航空母艦の攻撃機や、攻撃型原子力潜水艦、そしてグアムなどに配備された、戦略爆撃機からの反撃を被ることを覚悟させている。これらの戦力が持つ、強力な対地攻撃能力の存在が、日本に攻撃を加えようと考える国への抑止力として、純然と機能しているといえ、日本が、独自に、攻撃的兵器を保有していなくとも、同様の効果をもたらしていることは、純然たる事実だろう。故に、近年著しい中国の南西諸島方面への圧力の増大や、北朝鮮のミサイル等の脅威によって、日本も、対地攻撃兵器、
いわゆる敵基地攻撃能力を保有すべきとの声も高まっているが、対外的にはすでにアメリカによって保管されているともみなせる。そもそも日本の敵基地攻撃能力については、従来の専守防衛の国是を踏まえる意味からか、敵が日本を攻撃し得る兵器を持ち入れようとした場合に、これを先に叩く兵器として保有すべきとの理論が説かれる場合が散見される。しかし、北朝鮮ですら、各種の弾道ミサイルや、巡航のミサイルの発射用のプラットフォームは多層化させており、車両搭載型や列車搭載型、果ては、実現の可能性は未だ低いのだろうが、潜水艦への搭載もほのめかすに至っている。これらを攻撃の予兆を感知したからといって、先に日本がそれらを破壊しようというのはほぼ不可能であり、今やそれを実現しようとするよりも、先制攻撃された後に有効な反撃手段を持つことで抑止力にすることしか現実的な選択肢はないだろう。さて、日本ではこうした敵基地攻撃能力に対する不毛な議論が横行している感が拭えないが、少し前までアメリカは北朝鮮がミサイル発射を強行した際にはグアム島に配備した B-1B 戦略爆撃機でその動きを牽制する姿勢を示していた。 B-1B 戦略爆撃機はアメリカの今は亡きロックウェルインターナショナル社が製造した戦略爆撃機であり、その機構にも現在では廃れつつある可変翼を採用した稀有な機体で、今から30年以上前の1986年から実戦配備されている。2021年2月にアメリカ空軍は保有する B-1B 戦略爆撃機全62機を45機まで削減する決定を下しており、現時点では2036年まで集約を継続させる見込みだが、グアム島のアンダーセン空軍基地には2016年から配備されている。 B-1B 戦略爆撃機の開発はアメリカと旧ソ連との冷戦時代の真っ最中だった1970年頃より行われたため、通常兵器のみならず核兵器の運用も担う機体であったが、旧ソ連の1991年の崩壊でその任務役割からは外れた。これは旧ソ連の後を引き継いだロシアとアメリカとが1993年核軍縮条約でもある第二次戦略兵器削減条約スタート II を締結したための措置であり、これを受けて1994年以降の B-1B 戦略爆撃機は通常兵器のみを運用することとなっている。こうした一連の流れは旧ソ連が崩壊したことによる軍事的緊張の緩和にも一面的には見えるが、核兵器の運用そのものはアメリカロシアともに戦略型原子力潜水艦に搭載する秘匿性の高い SLBM の運用が中心となり、戦略爆撃機が外れただけだと言えなくもない。 B-1B 戦略爆撃機は2001年のアフガニスタン紛争への投入以降、複数回の中東方面での実戦に参加しているが、いずれもアメリカ軍が完全に制空権を掌握している状況下で爆撃任務に従事しており、無論撃墜されたことはない。前述のように2016年からグアム島のアンダーセン空軍基地に配備された B-1B 戦略爆撃機は、そこからおよそ2時間弱で朝鮮半島に到達可能な速度マッハ 1.25 を誇り、北朝鮮への牽制の役割を果たす存在となっている。B-1B 戦略爆撃機のアメリカ軍での愛称は、やり機兵を意味するランサーと呼ばれており、同機が持つ長距離攻撃性能、敵に対する攻撃範囲、リーチの長さを表したものと言えそうだが、御用とも思える別の呼び名も存在する。これは、主として、
B-1B 戦略爆撃機の存在を否定的に捉えている。韓国の一部の報道で用いられてきたものだが、曰く、死の白鳥と形容され、マットブラックな塗装の動機が、なぜに、このような表現をされるのか、違和感はあった。どうやら、これは、旧ソ連において、B-1B 戦略爆撃機への対抗機として、そのコンセプトを取り入れ、同様に可変翼を採用した、機体として製造された、TU-160 戦略爆撃機の、ベーリー・レーベチという白鳥を意味する愛称から、来ているようだ。TU-160 戦略爆撃機は、その愛称の示す通り地雷塗装が施された機体であり、コンセプトを同軸するとはいえ、元祖のはずの B-1B 戦略爆撃機は、混同された上、かつての核兵器運用とミックスされ、おどろおどろしい、死の白鳥という名称が生み出されたとみられる。